オークレアは、アメリカ合衆国のウィスコンシン州中西部に位置する都市。人口は65,883人で、州北西部では、最大、州全体でも9番が目に大きい都市である。オークレア軍の軍庁所在地だが、隣のチッペは軍にも一部が突き出ている。オークレアという都市そのもののほかメノモニーとの混合統計地域を構成する大都市。 統計地域を指す場合もある。2007年に財団法人アメリカズプロミスから若者の街ベスト100の一つに選ばれた。また、1980年に州内で初めてツリーシティーズに認定された。市名は市内を流れるオークレア川に由来するが、これはフランス語で澄んだ水を意味する。地元の言い伝えでは、雨でぬかるんだチペワ川を進んでいた。 フランス人探検家が、オークレア側に出くわしたとき、思わず、ボアシロークレア、と叫んだことに由来するという。これは、死の標語で、死傷にも記されている。ウォーター通り、ミネアポリスとセントポールの、ツインシティーズから東に145キロメートル、ドリフトレス地帯の北辺に位置する。死は、 オークレア側とチペワ川側との合流点近くに3つの別々の村落として建設された。現在のダウンタウンの中心部もこの域内にあたる。1856年には、現在の群長舎の対岸にオエストオークレアが建設され、1872年に市政施行された。この 3km 下流には、木材工業のダニエル・ショーカンパニーがショータウンを築いたが、 1930年代に併合された。原子域は1950年代までに形成された。川の浸食作用で起伏があり、市の中部から東部、南部にかけてきつい勾配がある。近年は丘陵地にも市街が拡大している。市内にはデルズ沼とハーフムーン湖の故障がある。デルズ沼はダムの増営によってできた人造湖で、かつては マルタの貯蔵に活用されていた。ハーフムーン湖は、チペワ川の流路にできた、三日月湖である。国の史跡に指定されている、オークレアフリーメイソンセンター2000年の国勢調査によると、この市には6万1704人の2万4016世帯、1万3569家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり786.8人で、 平方マイルに換算すると2037.8人となる。住居数は24,895件で、1平方キロあたりに317.4件が立っている計算になる。住民のうち白人が93.44%、アフリカ系が0.70%、先住民系が0.55%、アジア系が3.66%。 太平洋諸島系が0.04%、その他の人種が0.34%、根結が1.28%を占めており、ヒスパニックの割合は1.00%である。24,016世帯のうち27.7%は18歳以下の子供と暮らしており、44.4%は夫婦で生活している。9.3%は未婚の女性が、 世帯種であり、43.5%は、家族以外の住人と同居している。30.0%の世帯が単身で、10.5%を、独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均厚生人数は2.38人、家庭の厚生人数は2.99人である。住民のうち21.6%が18歳以下の未成年。 22.1%が18歳以上24歳以下、26.1%が25歳以上44歳以下、18.2%が45歳以上64歳以下、11.9%が65歳以上となっており、平均年齢は29歳である。女性100人に対し男性が90.7人いる。一方、 18歳以上の女性100人ごとに対しては87.8人いる。1世帯あたりの平均収入は36,399ベイドルで、家族あたりでは49,320ベイドルである。男性の平均収入は32,503ベイドル。女性の平均収入は23,418ベイドルで、労働者でない人々も含めた。 住民一人あたりの収入は18,230米ドルとなる。総人口の13.6%、家族の5.5%、18歳以下の子供の10.4%、及び65歳以上の老人の7.4%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。市は、一体のコミュニティと、人口114,483人の、 オークレア大都市圏を構成している。また国勢調査局が定めるオークレア大都市、統計地域の中核でもある。西のメノモニー大都市統計地域とともに、オークレアメノモニー広域都市圏も形成している。2004年の推計では、オークレアチペワフォールズ大都市圏の人口は155,680人で、 大オークレアメノモニー広域都市圏のそれは19万7417人であった。国の史跡に指定されている、市庁舎1890年から1940年頃の静止工場。このダムと工場は、現在も稼働している、オークレア市は1948年に、市長制から、シティマネージャー制に移行した。 ダウンタウンの市役所で開かれる、市議会の定数は5名で、市内の5選挙区から1人ずつ選出される。議長も、全市を1つの選挙区とする普通選挙で選出される。任期は、市会議員が1年、議長が2年で、議長選は、奇数年にのみ行われる。19世紀後半のオークレアの発展を支えたのは、製材業で、市内には、当時22もの製材所があった。 1990年代には、タイヤ工場の閉鎖で数千人の雇用が喪失したが、市は、ハッチンソンテクノロジーの工場やアイデックス、ラボラトリーズの子会社、アイデックスコンピューターシステムズの本社の誘致し、経済再編を成功させた。市内には、メナーズ、カスケーズティッシュグループ、 ナショナルプレストインダストリーズ、ミッドウェストマニュファクチャリング、エルバートガーバーツ、オープンイコールシリコンなどの本社が置かれている。小売りや医療、教育分野での雇用が多い。チペワバレー地域空港がある。オークレアトランジットが路線バス事業を運営している。ユニオンパシフィック鉄道の貨物船が通じている。かつては、シカゴセントポールミネアポリスオマハ鉄道の所有で、 1963年までは、シカゴとツインシティーズに至る旅客列車もあった。ミネソタ・ウィスコンシン領州の交通局は、オークレアにおける鉄道の旅客輸送を重視しており、2030年までに復活させる予定である。ウィスコンシン大学オークレア高校公立大学が2校と、私立大学が2校ある。高校では、オークレア地域学区には、 公立が2校とチャーターハイスクールが2校、さらに私立も2校ある。ユダヤ教のシナゴーグ2000年に宗教データアーカイブ協会が、軍内の39,017人を対象に行った調査では、188人が無宗教を受賞した。市内には、多くの宗教施設がある。オークレアリーダーイコールテレグラム市は、日韓26,901部。 日曜版は38,824部の発行部数を誇る。また、各州市のボリューム1は発行部数1万5,000部で読者は4万5,000人と見積もられている。ニールソンマーケットリサーチによると、オークレアラクロス地域は全米で127番が目に大きいテレビ市場である。地域の主要放送局は下記の通り。 FM 局 AM 局応援公演のサージボイド、野外音楽堂。1938年にオークレア市水奏楽団の拠点として建設されたが、今でも市内随一のライブ会場である。国の史跡にも指定されたオークレアを中心とするチペワバレーでは、インディーロック、ヘビーメタル、ハードコアパンク、ヒップホップ、ジャムセッション、ジャズのグループやアーティストが活動している。 バンドには、ボニベール、ラークス、ザ・デア・デイブ・アール・クリストファー・ライトなどがいる。ポップ・パンクや、ヒップ・ホップは、オークレア発祥と主張する者も,もいる。当チを拠点とする、レコードレーベルのアンブル・ダウンは、これまでにザ・デア・デビル、クリストファー・ライト、マイケル・ペイー・アザ・ロング・ベッズ、メリデン、ザ・ジェントル・ゲスト、ザ・クラウド・ヒム、ウィ・アー・ザ・ウィローズ、クレーンズ・クローズなどのアルバムをリリースしてきた。 ジャズも盛んで、年に一度、全米最高の大学のジャズクラブに授与される、ダウンビートマガジン賞を、市内の大学が、計6度受賞している。1968年からは、オークレアジャズフェスティバルが毎年開かれている。チペワバレーのライブ会場としては、修立劇場、グランドリトル劇場、ザ・ハウス・オブ・ロック、インフィニティ・ティーハウス、フェニックス公園、ザ・ アコースティックカフェ、ザ・ムーストラップ、ザ・キャビン、ホフィーズ・スケート・アメリカ、応援公演のサージ・ボイド野外音楽堂などが挙げられる。このうち、サージ・ボイド・バンド・シェルでは、夏の間、オークレアシ吹奏楽団が、家族向けの公演を行っている。シンガー・ソングライターのボブ・セガーは2006年のミルウォーキー公演で、自身の曲、 ターンザページをオークレア市内のホテルの一室で書き上げたことを明かした。1987年にはカントリージャム USA が結成され、1990年に初ライブを行った。チペワバレーにプロの劇団はないが、舞台活動は活発で、地域にとって重要な存在となっている。中でもよく目にするのは、チペバレー劇団ガイドとオークレア子供劇団である。 ウィスコンシン大学オークレア校も本格的な劇団を備えており、プロと巡業したりしている。劇場には消える劇場や修立劇場があるが、CVTG は2006年に、X とも2010年に自前の劇場を持った応援公園のテニスコート。大学生の憩いの場でもある市内には大きな公園がいくつもある。 チペワ川の河川敷に広がる応援公園には、野外音楽堂があり、夏の間ライブが開かれる。ウィスコンシン大学オークレア港の東、パットナム川とナイアガラ川沿いには、パットナム公園がある。カーソン公園は、三日月湖の中洲に位置し、オークレア川とチペワ川との合流点には、フェニックス製鉄所を取り壊して、フェニックス公園が造成された。 このフェニックス公園では毎週ファーマーズマーケットが開かれ、夏の間はコンサート会場にもなる。リバービュー公園は水遊びやボートに人気があり、ピクニックエリアやバーベキューエリア、公衆トイレも備わっている。公営のスポーツ施設としては、フェアファックス公共プールやホッブス、市営スケートリンクなどがある。サイクリングやレクリエーションに、 人気のチペは川修理トレイルの起点でもあり、ここから下流に伸びている。オークレアエクスプレスは、全米大学体育協会の夏記野球リーグである、ノースウッズリーグに所属する野球チームで、カーソン公園を本拠地としている。同じく、カーソン公園を拠点とするアマチュア野球チームにオークレアキャバリアーズがある。ノーザンエリートフットボールリーグに所属する、社会人。 サッカーチームのチペはバレエプレデターズとオークレアクラッシュもカーソン公園で活動している。フィギュアスケートクラブというのもあり、市営スケートリンクで活動している。オークレアユナイテッドはミネソタ州青少年サッカー協会に所属する青少年サッカーリーグで夏には100チームほどが参加するトーナメント大会を主催する。アマチュア野球チームのオークレアベアーズは チペワリバーューリーグに所属する全米クッブ選手権が開かれる。ありがとうございます。